卵を使ったねお料理をご馳走したいと思います、ね、これ本物の卵ですよ。はい、すいません、卵割っただけでそんな驚かないでくださいけど、本物の卵ですから。これを使いましてね、菊池君はお母さんが例えば卵料理でどういうものを作ってくれますか？スクランブルエッグとか目玉焼きとか煎り卵とかいろいろありますけど、煎り卵いいですね。ちょうど今ね僕もかき混ぜて煎り卵にちょうどいい状態になりました。ただ今日はフライパン持ってこなかったんですよね。でどうするかっていうとしょうがないから、ここにあるね帽子を使おうかと思ってるんですけど、帽子を代用品にして、この帽子に卵をあらららららら入れちゃうんですよね。やっぱりよく考えてね、フライパン持ってくればよかった。帽子ってこれ何するもんですか？かぶるもんですよね。いやー、中何色になってますか？